当たり。今回は家康が信長をもてなしたとされる富士遊覧の旅について話をしていこう。富士遊覧ということは、信長が富士山を見るために旅をしたということなの？まあこれから解説していくが、簡単に言うとそうだな。あの信長が遊覧の旅とは少し意外だね。確かにそうだが、今回の富士遊覧に関する話はどうする家康でも描かれているので、しっかり解説していくぞ。よろしくね。それでは早速解説を始めていくが、このチャンネルではどこよりも早くどうする家康に関する動画を投稿していくので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の信長の富士遊覧の旅に関しては、天正10年3月に甲斐の国の武田家征伐を終えた後に行われたとされる。またこの富士遊覧に関しては信長後期にある程度記載されている。そこで今回は信長後期に記載されている内容に照らし合わせながら解説を進めていこう。まず信長は天正10年4月頃、甲州征伐を終えると甲府を立って笛吹川を越え乳母口に着いたとされる。また乳母口に関しては武田家征伐の功により、駿河の国の多くを与えられた家康が整備したと言われている。家康は乳母口の他に道を広々と整備し、石を除いて水をまき、信長が来た際には道の左右には隙間なく警護の兵を配置したと言われてるぞ。隙間なく兵士を配置するなんて、ものすごく厳重な警備だね。そうだな。また家康は道中の各所に休憩のためのお茶屋や、二重三重に兵を巡らせた宿泊用の御殿を設け、御殿の四方には随行する諸卒のための小屋を1000軒以上築いたと言われているぞ。小屋を1000軒、ものすごくたくさん作ったんだね。ここで乳母口とともに注目してほしいのは、宿から峠に差し掛かる柏坂である。別名柏坂とも呼ばれ、信長後期には柏坂と記してある。おそらく柏坂とは先ほどの柏坂のことを指していると思われる。この柏坂を登った信長一行は峠を越えたと考えられているぞ。また信長が峠を越える際に、家康は家臣に万全の警護体制を命じるとともに、生い茂る大木を数本切るように命じたそうだ。警備に伐採、家康もいろいろと大変だね。その後峠の茶屋で休憩した信長一行は、青木ヶ原樹海の中を抜け、元巣の宿で夜を明かしたとされる。それから元巣を出た信長一行は、富士山を見物した後に一穴浅間神社を見物した。一穴浅間神社、ものすごい読み方の神社だね。そうだな。この神社の名前の由来に関しては諸説あり、長くなるので別の機会に解説するぞ。うん、わかったよ。その後信長一行は白糸の滝、浅間大社を見物したそうだ。また信長は浅間大社近くにある石に腰掛けて富士山を眺めたと言われている。先ほどの信長が腰を掛けた石は富士見石と言われているぞ。もしかすると当時の信長は富士山を見ながら次のことを考えていたのかもしれないね。もしかするとそうかもしれないな。その後信長一行は浅間大社から足高山を左に見て富士川を渡り、神原に用意されたお茶屋で休憩した。それから信長一行は神原の浜辺から由比に向かったと思われ、由比までの道中信長一行は磯の険しい道を通ったとされる。やがて磯場を抜けると各地の名所をゆったり見物して進んだと思われる。
先ほどの険しい道に関して補足だが、当時の由比と興津方面の海岸線は非常に道が険しい道が多く、場所によっては馬が一頭ギリギリ通ることができる場所もあったと言われてるぞ。馬が一頭、かなり厳しい道だね。そうだな。それで信長後期には、信長一行がその険しい道を通った際に波が跳ね、信長を含めた多くの者の袖が濡れてしまったと記載されてるぞ。そんなに険しい道を進んでいたのは少し意外だね。その後、信長一行は夜のうちに江尻を出発し、駿府の町口に設けられたお茶屋で休息した後、今川氏の旧跡や千本桜のことを詳しく尋ね、安倍川を越えたとされる。やがて宇都の谷峠を越えた信長一行は田中城で休息を取った。休息を終えると瀬戸川方面へ向かい、川端に建てられたお茶屋で休息し、瀬戸川を渡って島田を経由し大井川を渡ったとされる。大井川を渡った後の信長一行の動きは諸説あるが、有力な説では掛川方面に向かったと考えられてるぞ。なるほどね。次に信長一行はどこを目指したの？信長一行は天竜川の渡し場となる池田までをまっすぐつなぐ姫街道のルートを進んだと考えられているな。てやてや。やがて天竜川を渡った信長一行は浜松城にて一夜を明かしたと言われている。また一説によると、信長は浜松で小姓馬回り衆には暇を出して先に帰らせ、弓鉄砲衆のみを残したとされる。なぜ浜松で小姓や馬回り衆を先に返したのかは定かではないが、何かしらの理由があったと考えられている。その後信長一行は浜松を出発し、船で浜名湖を渡ったと言われているな。そして浜名湖を渡った信長はしばらく周囲を見物し、最終的には吉田城に泊まったと考えられているぞ。その後信長一行は吉田川を越え、五位の茶屋で休憩した。休憩後は清洲城を目指した。清洲城へ到着した信長一行はその後岐阜城、沢山城へと進み、最終的に安土城へ到着しているぞ。信長は随分長い時間旅をしているように思えるけど、実際どれくらいの期間だったの？それに関しては諸説あるが、約12日間だったと言われてるな。約2週間の旅だったんだね。その通りだ。さて、少し駆け足になったが、信長の富士遊覧に関してはここまでの内容となる。少し話は変わってしまうけど、信長の富士遊覧の話を聞いて、当時の家康は必死に信長をおもてなししているように思えるね。確かにそう思ってしまうよな。なんだか少し異常なほどにおもてなしをしているような気がするけど、何か理由があるの？一般的には家康と信長が同盟関係だったからおもてなしをしたと言われてるな。確かに同盟関係だったらおもてなしをする理由はわかるけど、もっと違う理由がありそうだね。そうだな。一説によると、当時の家康は信長からの信頼を回復するために必死におもてなしをしたと言われてるぞ。信頼を回復、なんだか気になるよ。家康が信長に対して必死におもてなしをした理由、それは信康自刃事件が深く関係していると言われている。ではこの信康自刃事件とは一体どんな事件だったのか、簡単に解説していこう。まずこの事件は天正3年に徳川家臣の町奉行であった大賀弥四郎が武田氏と内通していることが発覚したことだった。この事件に瀬名と信康の母子が加担したという疑惑が浮上してしまう。また時を同じくして正室の徳姫が父親である信長に
瀬名と信康を糾弾する内容の手紙を送った。徳姫が徳川信康と瀬名を信長に糾弾した理由は現在でも明らかになっていないが、戦国時代ならではの闇があったと言われているぞ。闇とは一体何なの？それは戦国時代において男子が女子よりも重宝されたということだな。少し難しい内容だね。具体的に言うと、信康と徳姫の間には2人の女の子が生まれていたが、男の子が誕生していなかったんだ。子宝に恵まれたことは喜ばしいことだけど、当時は嫡男などの関係でやっぱり男の子が重宝されていた時代だったということなの？まさにその通りだ。また厳しい言い方にはなるが、当時の時代背景を考えるに、徳姫は信康の正室として一番重要な責務を全うしていない状況だったと言えるだろうな。かなり難しい問題だね。子供ができても男の子に恵まれない、このプレッシャーは当時の徳姫を苦しめたと思われる。また信康としては何とか嫡男を残さなければならない。となると信康は必然的に側室と関係を持つようになってしまったのである。この何とも言えない関係性が徳姫と信康を苦しめたことは間違いないだろう。さらに徳姫を苦しめたのは家康の正室である瀬名の存在である。通説によると瀬名は徳姫のことは気に入っていなかったと言われている。瀬名が徳姫を気に入らなかったかは定かではないが、一説によると徳姫は叔父である義元の命を奪った織田家の人間だったからと考えられている。一説では瀬名が徳姫に対して男の子ができないことを厳しく罵ったと言われているぞ。そのことを罵るのはさすがにひどいと思うね。徳姫は辛い立場だっただろうな。その可能性は高いだろうな。瀬名からの厳しい扱いに耐えかねた徳姫は父親である信長に助けを求める。最終的に母子の疑いは強まり、天正7年に信長の命で信康は岡崎城から追放され、遠江の国の二俣城で謹慎生活を送ることになった。やがて徳川家臣によって瀬名が処刑されると、信康も家康から切腹を命じられて自害することになり、この事件は最悪の最後を迎えてしまったのである。またこの事件によって信長の家康に対する信頼は地に落ちてしまった可能性が高いと言われている。そのため家康は信長の信頼を回復させるために甲州征伐で成果を出し、信長の富士遊覧に関しても必死におもてなしを行ったと考えられているのだ。なるほどね。確かに家康の立場を考えると信長の信頼を復活させることが大切だったんだね。そうだな、それは間違いないな。また別の説では信長が富士遊覧を行った理由は家康の内政力がどれほどあるのかを確かめる必要があったからと言われているぞ。確かにその可能性はあるかもしれないね。ただ別の説では信長にとって富士遊覧の旅はあくまで武田を討伐した後の余暇だったと考えられている。実際にはいろいろな思惑があったかもしれないが、信長が訪れた地をこの機会に一度訪れてみるのも悪くないだろう。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いするのじゃ。